直線と図形丸一。今回は一次関数と三角形について一緒に学んでいきましょう。さあ、早速問題見ていきましょう。はい、図のように二直線 y イコール x プラス10と y イコールマイナス2分の 1x プラス7がこの点 A で交わっていますと。で、丸一と x 軸との交点を B とし、丸二と x 軸との交点を C としますと。で、この時次の問いに答えなさいというこんな問題。さあ、皆さんまずこの丸一のこの直線の式ってどっちかわかりますか？はい、答え言っちゃうよ。丸一が y イコール x プラス10ですよ。これさ、右上がりのグラフだよね。右上がりのグラフっていうのはこの x の前の係数、まあこれ1が省略してあるんだけど、x の前の係数が正の数だよね。はい、そして丸二が y イコールマイナス2分の 1x プラス7になりますと、ね、右に行けば行くほど下がっていく、はい、こんなグラフっていうのは x の前が負の数になっているわけですよと。はい、じゃあ括弧1の問題見ていこうか。点 A の座標を求めなさいっていう問題だね。はい、点 A はここですと。問題文にある通りですね、2つの直線の交わる点、まあ、交点って言いますね。さあ、皆さんこの交点どうやって求めるんでしたっけ？はい、こちらです。直線と直線の交点の座標というのは連立方程式の解で求めることができるんでした。はい、ということで2つの直線、はい、1つ目 y イコール x プラス10ね。はい、もう1つ y イコールマイナス2分の 1x プラス7と、この2つの連立方程式を解いていきましょうねということですよ。じゃあちょっと第2法で解いていこうかな。 y イコール x プラス10、上の式の y の部分にこのマイナス2分の 1x プラス7を入れようかな。これいいよね。 y がマイナス2分の 1x プラス7なんだから、 y の部分にこのマイナス2分の 1x プラス7を代入してもいいよね。はい、第2法で解くとマイナス2分の 1x プラス7イコール x プラス10となりますよね。はい、そうするとマイナス2分の 3x が3となると。で、 x は両辺にマイナス3分の2をかけてあげてマイナス2になるよね。はい、じゃあ y はどうなるかというと、まあ、どちらかの式の x にマイナス2を代入してあげればいいと。上の式の方が簡単だから代入しようか。ここ x マイナス2入れますよ。マイナス2+10、はい、y は8になると。はい、ということで x マイナス 2y8 と出ました。これがこの交点の座標ですよね。はい、つまりマイナス2カンマ8。はい、これが答えとなります。これが括弧1番ですと。はい、じゃあ続いて括弧2見ていきましょう。はい、括弧2、点 B の座標を求めなさいと書いてあります。はい、点 B の座標こちらですね。この直線丸1と x 軸との交点ですね。さあ、この点 B の座標さ、まあ、座標って、まあ、こんな風に x 座標 y 座標でこうやって表すんだけど、 x 座標 y 座標もうどちらか分かっていませんか？ここですよ。さあ、もう皆さん分かりましたでしょうか。点 B の y 座標って0だよね。 y 座標のみんなイメージってさ、座標軸の中で上下を表しているのが y 座標。そうするとここがね0で、上に行けば 1,2,3,4,5,6 って y 座標が上がっていくと。で、下に行けばマイナス1マイナス2マイナス3マイナス4と下がっていくということ。そうするとここにいる時っていうのはy 座標は0ですよ。はい、ということで点 B の座標を求めなさいと。はい、もう y 座標は0と分かったんですよ。じゃあ x 座標はってことなんだけど、この点 B を通っているグラフに注目するんです。さあ、点 B を通っているグラフというのは、はい、こちら直線丸1 y イコール x プラス10ですよね。この y イコール x プラス12、点 B の y 座標は0なんでしょ。つまり y は0の時の x の値を教えてってことなんだから、 y イコール0を代入してあげればいいわけよ。はい、そうすると、はい、y に0を入れます。0イコール x プラス10、はい、そうすると x はマイナス10と出る。これが点 B の x 座標。はい、ということで点 B の座標はマイナス10カンマ0と求めることができましたと。はい、じゃあ続いて点 C 行きましょうか。はい、点 C もさ、点 B と同じく x 座標 y 座標どちらかの座標は分かっていますよね。はい、こちらです。
点 C の Y 座標は0です。座標軸の中で Y 座標っていうのはこの上下を表す。でここが基準ですから、この X 軸に乗っかってるところが、ね、で上に行けば行くほど上がっていく、下に行けば行くほど下がっていく、でここは Y 座標0の場所ですよと。はい、ということで点 C の Y 座標は0ですよと。じゃあ X 座標はと、この点 C を通っているグラフに注目です。これですよ、はい、直線丸に Y イコールマイナス2分の 1X プラス7ですよ。はい、この Y イコールマイナス2分の 1X プラス7に Y イコール0を代入してあげればいいんだよね。Y に0を入れると0イコールマイナス2分の 1X プラス7と、はい、2分の 1X イコール7となり、 X は両辺2倍して14となりますと。これが点 C の X 座標。はい、ということで点 C の座標は14カンマ0になりますと。はい、ここまでまとめていきましょう。はい、点 B は座標がマイナス10カンマ0と出ました。点 C は、はい、座標が14カンマ0と求めることができました。さあ最後カッコ4見ていきましょう。はい、カッコ4、三角形 ABC の面積を求めなさいと書いてありますね。はい、三角形 ABC どこにあるのか。はい、ABC、 もし皆さん色ペンあればちょっとこうやって色つけておきましょうか。はい、この三角形の面積を求めなさいというんです。さあ皆さん、カッコ1カッコ2カッコ3で皆さん頑張って点 A 点 B 点 C の座標を求めることができましたよね。だからですね、この三角形の面積を簡単に求めることができるんですと。はい、じゃあ見ていきましょうか。はい、まずさ、底辺でここだよね。これ分かりません？まず点 B の座標を見てください。マイナス10カンマ0って書いてありますよね。このマイナス10っていうのはここから10離れてますよっていうこと。だから長さがここ10なんですよ。はい、同じく点 C 見てください。点 C の座標は14カンマ0と書いてあります。この14っていうのはこの原点から14離れてますよっていうことですから、ここ14です。はい、ということでこの底辺を BC と考えればですね、底辺 BC は10と14足して24になりますよね。これが三角形 ABC の底辺。じゃあ底辺を BC と置いた時の高さっていうのはここだよね。さあこの長さって皆さん分かりません？点 A の座標に注目ですよ。マイナス2カマ8って書いてある。あれ、どっち使うの？どっちが高さ？ Y 座標ですよね。 Y 座標っていうのはこの座標軸の中でこの上下を表す。ここから上に8行ったところに点 A がありますよってことですから、ここは8ですよ。ということで底辺も高さも分かっているんだから、この三角形の面積を求めることができますよね。はい、底辺は24、高さは8、はい、割るにね、2分の1忘れなく、はい、これ計算すると96になります。はい、ということで答えは96。これなんか平方センチとか書かなくていいよ。だってこれ別に長さのこと書いてないもんね。何センチですよとかさ、書いてあるわけじゃない時っていうのはもうこの96、単位とか書かなくていいです。書いちゃダメね。はい、96が答えですと。はい、ということで今回は一次関数と三角形について一緒に学んでいきました。